今日はですね、岩淵に来ました。前回ですね、江戸川で大失態をですねしてしまいましたので、今回はですね、ここでちょっとリベンジということでやってまいりました。駐車場はですね、ようやく本日5月15日解禁になりまして、トップで入場しましたが、結局なんだかんだ竿を出し始めたのがですね6時過ぎということになってしまいました。それでは今日はどれだけ釣れますでしょうか。目標30というところで頑張ってみたいと思います。駐車場ですね、トップに入ったんですけど、やっぱり地元の方々がバイクやチャリンコで来てる人たちがかなりいい場所を押さえてましてですね、今日は端っこの方でやらざるを得ません。ちょっと本当に釣れるかどうかいまいち不安になってきました。小さいのも釣れましたね。まだ卵は持ってなさそうですね。なんか今日は粘りの釣りになりそうだな。ちっちゃいな。そのうち大きいの出てくるのかな。いや、ちょっと雨降ってきましたね。せっかく釣れたのに。いや、ようやく少し、やっぱ遠目の大きめのがいるのかな。あー、ダボだ。いや、今日一発目のダボハゼでした。なんかちょこちょこやってると思ったんだよな。ほら、もうダボハゼだ。早いよな、ハゼが。またハゼ釣れました。入れた瞬間に来ますね。ここハゼの穴かな。上から落ちてくるの見てんのかな。5匹か。10分1匹って感じかな今のところ。もうちょっといる穴を探せるか。なんか当たってるな。お、10秒。1、2、3、5、6、7、8、9、10。絶対これね、食ってないよ。ほら、ダメだな。うまい具合に食われちゃってんな今日。うまい具合に餌食われてます。話しちゃうもんな。もうちょっと食わせなきゃダメなんかな。今10秒数えたんだけどな。やっぱ40秒か。ヒラメじゃあるまいしな。あそこの穴いるな。小さいけど。小さいんだけどいますね。来た、来ましたよ。やった。うわ、大きいの来たよ。ようやく来ましたよ。大きいくらい引っかかってたんだな。来ました、来ました。手前でもいるな。いたた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 いたた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 。素揚げサイズ。やっぱ老眼だと辛いな。私がですね、老眼始まったの結構早かったんですよ。もう40歳前半ぐらいでも老眼が始まったんですよ。あの時びっくりしましたね。マジ近くのものがですね、メガネかけるとね全然見えなくなっちゃう。見えますでしょうか。
入れた瞬間にこんなのがかかりましたね。これ何ですかね、何でしょう。分かる方は入れたらですね、コメントください。なんだろうな、スレでかかってますね、かわいそうに。ちょっとすぐリリースしてあげないと。よし、今度ダボハゼだ。ダボハゼですね、今日にしてはちょい大きめですが、今日ダメだ、このサイズが多いですね。やばいなこれ。はい、ただいまの時間9時半ぐらいです。約3時間ぐらいいますかね。釣果のほどはこんな感じです。20ぐらい上がってますかね。目標30まであと10匹頑張ります。ちょっとでも小さすぎますよね、かわいそう。なんか釣ってて針引っかかっちゃうと。まあでもちっちゃい方がね、素揚げにすると美味しいんですよ。もういや、ここでも焼酎でこう見ながら飲んでて、それでも美味しい見てても美味しいから。ただやっぱりね、釣りの醍醐味やっぱり手が長いやつがね、手が長いやつないと。あのここ挟まれて痛いっていうのじゃないとね。そうですね、この野郎って思いながらたまに。でそういうのが今日だって3匹ぐらいしか釣れなかったです。釣れてないですもん。まあ1匹も釣れてないですよ。そこまで行く前のちょっとボディサイズでこんなの、うん、まあでも干潮前後ぐらいがね、前回来た時はねバンバン釣れたんですよ。あ、そうですね、干潮前ですよね、引き潮じゃなくて干潮で上がってきた時の方が僕釣れましたね。あの1時間です。今日11時ぐらいでしょ、干潮が、ね、これからかもしれないですね、もしかしたら。今日僕だって駐車場から来たんですけど、駐車場1番だったんですよ。駐車場どこに止めるんですか。駐車場ってあそこのほら入り口のところの、あれバーベキューのところ空いてます、公園の駐車場。今日から。あ、開けたんですか。今日から解禁。あ、そうなんですか。ただ、うん、だからあそこ5時45分からなんだけど、うん、でここに6時ぐらいに到着して、もう来てましたやっぱり。もうだってもうここしかなかったですもん、ここら辺しか空いて、もう向こうもいっぱいでしたもん。あ、向こういっぱい出した。あ、どこが大きいんですか。なんかこれが一番大きいってこの常連の方が言いましたよ。あ、そうですか。なんか YouTube も、僕は YouTube でこれ見てさ、あ、YouTube の人かなと思って僕ね、いつだっけな、そこじゃなくてもう一個先のところ、ここと向こう側、あ、そうそうそう、うん、あそこのところ、あの木の手前、 あそこでこの前50ぐらい釣れたんですよ。あ、そうそう、僕もあそこの木の手前のところ、うん、で、あの木のと真下のところでなんか2人組の方が150ぐらい持ってきました。ただいま11時35分です。ですね、もう少しで干潮ですね。今こんな感じで釣れてます。あ、でも大きいのが今日は釣れなかったですね。まあどのくらいですかね、40ぐらいいますかね。はい、まあとりあえず干潮まで今日は頑張ってみようと思います。釣れないな。もうこんなサイズしか釣れなくなっちゃいましたね。ここやっぱ場所は穴がねえな。
丸もいるな。石の丸はもう探るしかないな。石の周りを探るしかないっすね。ラストスパートだな。渚も見てください。もうですね、渚のようです。ここまで引いちゃいました。いやーきついなこれ。やめようかな。ラストは何もかかってませんでした。ただいまですね、12時58分、約もう午後1時ぐらいですね。干潮というところでしょうか。もう釣れるエビがですね、萌エビのようにも小さい手長ばっかりですね。うちは赤虫もですね、今回使い切りました。いやー今日天気良くてよかった。まあ前回の江戸川が散々たる結果でしたから、やったね。まあ今日はですね、よしとしましょう。今日の釣果こんな感じです。結構これちっちゃいのが多いんですよね今日。まあでも結構50ぐらいいるんじゃないですかねという感じです。じゃあどうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。YouTube 見させてもらいます。さあ今日どのくらい釣れたんでしょう。数えてみるのが楽しみです。江戸川リベンジやりました。どうも今日はお疲れ様でした。じゃあ帰ります。